小羽稲子は、バッタ、メバッタ科に分類される稲子の一種。エゾ稲子とも言う。日本、台湾。成虫の体長は、オスが28から34ミリメートル、メスが40ミリメートルほど。体色は明るい緑色で、側面には黒色の線が頭部から尾部まで走っている。背中は肌色、または緑色、稀にベニ色。 名の通りバネは短く、副端を超えない場合が多いが、長バネ型のものも見られる。本来はヨシなどの生えた、湿った環境を好み、稲科植物の葉を食べる。そのため水田に多く生息し、稲の葉を食べるので、農業害虫として扱われる。また水田のみならず、郊外の草むらなどにも生息する。成虫は7月頃から現れ始め、11から12月頃まで見られる。 卵で越冬する。卵は卵嚢にくるまれており、他のバッタの卵嚢より泡が細かく硬い。これは、元々の生息地である沼地の土壌が、冬の間乾燥にさらされるなど激しい乾質の差に適応したものと思われ、他の稲子族よりも乾燥に強く、乾き気味の草原で、他のバッタ類との根性も見られる。天敵の存在を感じると、 止まっている草などの反対側に回り込んで身を隠そうとする習性がある。比較的に増やしは早い。跳躍力に優れ、また長羽根型は飛ぶこともできる。地方によっては、佃煮などで食用になる。食感の悪い羽根の部分が短いため、同じ稲子赤の中でも最も微味とされる。ありがとうございます。